続いて、M サイズです。まずは以前のオールグレーですね。これオールグレーの、ミニサイズじゃないや M サイズをこちらに、用意しました。ちょっと畳んでしまっていたからあれだけど、はい、これが前回のオールグレー M サイズです。そして今回の、今用意しているのは M サイズの新しくなった、グレーですね。こちらがグレーになります。難しいな撮るの。はい、はい、こんな感じです。見えますかちょっとねもう、M サイズと重複するところはちょっと割愛させていただきます。生地に関してと、厚みに関してっていうのはもう M サイズの説明と一緒になります。で、先ほどもお伝えしたようにこの M サイズも同様でこの上ですね、上が、より収納しやすく中のものを取り出しやすくするためにこう全部がつながっている蓋をやめたので、ちょっと長さがあります。どれぐらい違うかと言いますと、よいしょ、ちょっとねこれ皆さんに見えないからあれなんですけど、私すごい体勢でこれ動画撮ってんですよねこれぐらい違いますね。これぐらい。どうしよう。届かない。よいしょ。はい。ここからここ。このぐらい違いますね。はい。でもそこのサイズは一緒なので。はい。上が、蓋を取りやすく、蓋を取りやすくじゃないや、中のものを取りやすくするために、この全部くくっているのをやめたため、ここが長くなっていますっていうことです。でもね、こうすることで、中の皆さん、これ PC も入るので作ってたじゃないですか。でね、ちょっと、これね、お見せすればすごいその収納のしやすさがバージョンアップしてるっていうのがわかると思うんですけど、前回もクッション付きのポケットがここにあって、今ここに、はい、横 32.5、縦 23、厚み1センチの、MacBook Air があります。これが前回の、トートには、入っていたんですが、やっぱりこの蓋がここまでしか開かないっていうのがあって、若干取り出しづらかったと思うんですよね。でも今回は、ガバッと開くようになったので、ほら、わかります?これだけ取り出しやすくなったんですよ、中のものが。この蓋にすることにより。そして、今感じてもらったと思うんですけど、こっちもメッシュポケットを多く採用しているため、中がすっごいスッキリしたと思いません?これ。ちょっと入れてみますね、これね。ほら。ちょっと体勢的にきついな。わかります?わかりますかね?わからないかな。はい。中のものがより見やすく、取りやすくなったと思います。前回のトートの中と比べてみますと、ガバッと開けた時に、まずガバッとは開かないんですよね。こう、くくってる、なんつうのかな。全部が繋がっている蓋だったから、ガバッと開けてもこんな感じだったんですよ。こう開けても。はい。でも今回のものは、蓋を変えたことによって、すごい開く。ちょっとこれね、画面と私今、すごいことになってる。はい。そして、メッシュになったことにより、こういうプラプラしている、こう、出ちゃうポケットではなくなったので、こっちもね、なくなったので、よりスッキリと、より中身が見やすく、なったと思います。こちらがメッシュポケット、台のポケットで、こちらが、PC ポケットですね。ちょっとね、配置が変わってます。ポケットの数だとか、使用用途に合わせたポケットのサイズは変わってないんですけど、このメッシュにするしないだとか、PC ポケットをつける、とか、そういう、いろんな兼ね合いで、配置がちょっとね、前回のものとは逆転してるんですよ。PC ポケットの前に、前は、PC ポケットの前に、こっちか。はい。PC ポケットの前に、配置が変わったんじゃないな。すいません。説明が違いません。配置は変わっていないんですけど、収納できる収納物は変わったと思います。前は、この PC ポケットの前にあるこの台のポケット待ちありだったので、こっちに英語サイズの単行本が入ったと思うんですよ。でも今回メッシュポケットにしてるので、
こっちのパソコンのポケットの前の大メッシュポケットには英語の単行本は入りません。でも安心してください。こちらにメッシュポケットの章、章が、あ、章じゃないな、あ、章だな、メッシュポケットの章が4つあって、その後ろにさらにここにポケットがあるじゃないですか。こっちにね、英語サイズの単行本は入るので、それはねちょっと安心してください。今入れてみましょうか。はい、こちらに私のマイフィット収納という、本があるんですが、こちらに、はい、普通に入ります。ただ、こっちだともうこれがメッシュになっててね、間違いないので、ちょっとこっちにはねもう入れるの難しくなっちゃったんです。なので、まあ、こっちには入るので問題はないと思います。なのでね、今まで単行本入れていたよっていう方もご安心くださいませということで、そんな感じです。で、さっきミニの時はここ絞ったっていうお話をさせていただいたんですけど、M サイズに関しては肩にかけることを想定して今回も絞ってはいません。ここは現状のままいいところは残しています。あとバージョンアップしたところは、先ほどもお伝えしたようにやっぱり畳みやすくなったっていうこと、厚さがちょっとね前回の方がいろんな芯材が太すぎて いったので、まあ、そこをね強度を保ちつつ最低限の芯材の厚さにして、生地自体は前回よりもちょっと厚めにして、より丈夫にという感じにはなりました。あとね、こうやって見るとわかると思うんですけど、これ色あせたとかではなくて、前回きなり色がすごい強かったですよね。きなりの色味が違います。これ黄ばんだとかじゃないんですよ、こういう色味だったんですよね。ちょっと他のあれも、はい、やっぱそうですね、これちょっとぶつかってすみません。これもさっきのお見せした旧ミニの色味のきなりなんですけど、きなりの色が変わってます。なので当然前回のグレー、ここのグレーの色は違いますけど、前回のグレーのここってちょっときなり色が強くてちょっと黄色っぽいきなりだったと思うんですけど、そこまで黄色みのない、ものなので、こっちの方が好きっていう方がもしかしたらね多いかもしれないですね。ちょっと前回黄色すぎたよってお声もちらほらと、もうちょっとなんかこのきなりの色が薄かったらよかったですってお声もいただいてたので、はい、この違いはちょっと大きいかな、全体像で見た時も大きいかなという気はしております。せっかくなのでちょっとグレー、ちょっと待ってくださいね、前回の M のグレーを出してみましょう。はい、こちら前回のグレーです。やっぱ違いますよね、色味が、ほらわかります、この本体自体のきなりの色も違うし、このグレーの色も違うので、ここはねちょっと検討材料にしていただきたいなという気はしております。はい、ということで、まあバージョンアップした面はこんな感じかな。私の中では収納面だとか、前回のお声をいただいてバージョンアップした、つもりです。全部ちゃんと考えて、ただそのバージョンアップしたことによってちょっとここのね長さが変わったのがちょっとなー、大きく見えちゃって嫌だなーっていう方はいらっしゃるのかなっていう気がします。でもね、収納のしやすさ抜群にこっちの蓋の方がいいですね、やっぱり。あとはメッシュポケットがやっぱりいいですね。今度収納物入れたとこお見せしますけど、やっぱりメッシュポケットになったことによって収納物が把握しやすいっていうことと、あとはポケットを使わないときに変に邪魔にならないっていうのもこのメッシュポケットの良さだと思うんですよね。で、前回のちょっと並べてみるとね、わかると思うんですけど、こっちの、ちょっとね、これね、本当に取るのが大変だな。どうやって取る？前回のはもうフルでメッシュじゃないポケットだったので、やっぱりね、こうやって、こうペラーンってなった時にね、邪魔に感じていた方、使ってないポケット邪魔だなって感じていた方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、
このマチヤリのポケットにしていたので、収納物に対してちょっと大きすぎてスカスカでなんかこうこぼれ落ちちゃだったり、倒れただけでこう中身が出ちゃうっていうことも多分前のポケットだとあったと思うんですね。ただ今回はメッシュポケットにしていて変にマチがないので、物のホールド感っていうのもメッシュポケットの方がもしかしたらいいかもしれないなっていうのは感じて、今回はバージョンアップをさせております。ということでこんな感じでしょうかね。前回使ってくださっている皆さんに知っていただきたいバージョンアップしてる部分っていうのはこういうところかなっていうのは感じています。あとは M サイズに関してこの取っ手ですね、前回前回の M サイズ、下でこうやって下ろして持った時に、床に引きずらない長さであったり、背がそんなに高くない方が持っても引きずらない長さっていうのにこだわったりだとか、見た目の可愛さに、持った時の長さの可愛さにこだわりを持ってここの取っ手の長さって決めていたんですけど、やっぱりこう冬物衣類を着た時に肩にかけた時ちょっと短すぎるなって感じた方いらっしゃったと思うんですよね。なのでここの長さは若干ね今回長くしてるんですよ。わかるかな、どうやって説明すればいいんだろう。どれぐらい違うかというと、まあ、ここの高さを合わせていくとわかるかな。これぐらい違います。まあ、これぐらいって言ってもちょっとの差なんですけど、でもね、これだけでも全然肩にかけるときのかけやすさって全然違うんですよ。なので、ここもちょっとバージョンアップさせた部分ではあります。という感じでしょうかね。あとは皆さん、こう、どういうものをどんな風に収納するとどんな感じになるのかっていうのは気になると思うので、そこはちょっと、実際別の動画撮りたいと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらの新作トートバッグの発売は2月中旬頃を予定しております。数に限りがあるため本当にこのトートバッグを使いたいという方の手に渡ってほしいと私は思っています。なので、今後ね、出す動画いろいろ検討して、ちょっとこういう部分が嫌だなとか、こういう色味は嫌だなとか、こういう収納だとちょっと嫌だなとか、そう感じた方は本当にもう世の中にはバッグはたくさんありますので、このトートは控えていただいて全然大丈夫です。このトートがいいっていう方の手に渡ることを私は願っているので、ぜひね、いろいろな角度からご検討なさってみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。